韓国併合に関する条約に関する李官用への前景委任状。文中に大日本国皇帝陛下と書かれている。日本国皇帝は古代から昭和時代までの日本で用いられていた天皇の称号の一つ。主として外交分野で使用された。律令の犠牲令において、会に対する文書では皇帝と称することが定められていた。会の解釈には外国。 もしくは、日本と外国など様々な説がある。順任天皇期には、皇帝の尊号が贈られた事例がある。天平法治2年に、順任に上位した、後見天皇は、法治聖徳後見皇帝。後見天皇の父である、聖武天皇は、勝田から関心聖武皇帝の尊号を贈られており、さらに翌年には、順任の父である子、舎利神皇が、 須藤うづくし高し皇帝の尊号を送られている。これらは当時権力を保持していた藤原中丸の東風志向によるものであると見られており、官職の東風解消と同時期に行われている。慶応4年に1月15日、新政府が外交権を掌握すると、兵庫港で各国外交団に天皇号を用いるよう伝達し、外交団もこれに従った。しかし、 外国君主に対する国王号の使用が外交団から反発を受け皇帝号を使用するよう要求された。日本は皇帝は中国の号であるから温当ではないとし、各国言語での呼び方をそのままカタカナで表記する方針を提案したが、各国外交団はあくまで皇帝の使用を求めた。このままでは国家対等の原則から外国君主に対しても 天皇号を用いなければならない事態に陥る可能性もあった。結局明治3年8月の外交処方の制定で日本の天皇は日本国内天皇とし諸外国の君主は大皇帝と表記するよう定められた。しかし明治4年に清と締結された日清修皇条記では両国の君主称号は表記されていない。これは 清川が天皇号を皇帝すら尊重する参考も、帝の一つ天皇氏と同一のものであるから、君主号とは認められないと難色を示したためであった。明治6年1月頃から次第に外交文書で皇帝の使用が一般化するようになったが、これは対中国外交で天皇号を用いていないことが、再び称号に関する議論を呼び起こすことを、 当時の政権が懸念したためと推測されている。この時期以降、外国からの条約文などでも、帝や天皇の使用は減少し、エンペラーが使用されていくようになった。これ以降、天皇号の他に皇帝号の使用も行われ、民衆の主義憲法や、元老院の日本国権案などでも皇帝号が君主号として採用されている。また、陸軍法の三軍管制や、 師団司令部条例でも皇帝号を用いている。政府部内でも統一した見解はなかったが、明治22年の皇室天板制定時に伊藤博文の裁定で天皇号に統一すると決まり、大日本帝国憲法でも踏襲されている。伊藤は外交上でも天皇号を用いるべきと主張したが、同年5月に、水密飲書機関長の井上武氏が外務省に、 対して下した見解では、大法令を根拠として、外交上に皇帝号を用いるのは、古来からの伝統であるとしている。井上は、議長の指揮を受けて回答したとしているが、この当時の枢密院議長は、伊藤である。この方針は広く知られなかったらしく、後に、陸軍も同内容の問い合わせを行っている。大正10年4月11日の大正10年直令。 第38号で外国君主を皇帝と記載する大乗官たちは廃止されたが、以降の条約等でも国王や天皇に対して皇帝の章が使用されている。国内使用ではほとんどの場合が天皇号が用いられたが、日露戦争戦戦勝直,直など一部の章書、法律で皇帝号の使用が行われた。大正期までは特に大きな問題とはならなかったが、昭和期になると、 国体名調運動が活発となり、昭和8年には外交上も天皇号を用いるべきとの議論が起きた。外務省は条約の日本語訳に対してのみ天皇号を用いるが、特に発表はしないことで解決しようとしたが、区内省内の機関紙の記事が新聞社に漏れ、昭和11年4月19日に大きく発表を行わざるを得なくなった。ただし、 外国語においては従来通りとされた。1935年12月21日交付の昭和10年条約第9号国際衛生条約の段階では皇帝と表記されていたが、1936年5月11日交付の昭和11年条約第3号愛拶観光物のルフ及び取引の禁止のための国際条約では天皇の表記になっている。 ありがとうございます。